Hello everyone! 皆さんこんにちは、大串です。今日はですね、久々にホワイトボードを使って授業をお送りしようと思います。で、今日のテーマなんですけど、今日のテーマは Agree with to on ということで、Agree と言ったら、何とかに同意するとかね、何とかに賛成するという意味で、よく出てくる動詞ですよね。で、この Agree という動詞はよくこの with という前置詞と使われているというところは見ると思うんですけど、実は to とか on、こういった前置詞とも一緒に使うことができるんですね。で、この使い分けは前置詞のね、元のイメージをたどってね、考えると非常にね、わかりやすく整理できるので、今回はですね、まず例題を2問解いていただいて、それをね、元にこの違いを見ていきたいなというふうに思います。では、この画面に例題を2題今から表示しますので、それをゆっくり自分のペースで解いてからですね、その後の解説の方に移るようにしてください。ではどうぞ。はい。というわけで、皆さんいかがでしたでしょうか？全部でね、4つ空欄があったと思うんですが、どの前置詞が入るか分かったでしょうか？では、まず、agree with の説明からしていきたいと思います。これが一番ね、おなじみの表現ですよね。で、この agree with を抑えるにあたって、まずね、大事なのは先ほども言った通り、with のイメージをつかむことです。で、with って皆さんどういうイメージがあるでしょうか？ with って言ったらね、なんか一緒にとか共にといったような、なんか A と B がいたらそれが一緒にある、共存してるっていう感じがありませんか？ですから、with のイメージを漢字で表すとするならば、同伴なんですよね。なんか伴ってる、一緒にいるような感じです。同じところで伴って一緒にいる。そんな感じのイメージがあると思います。同伴、一緒にあるというイメージがあるということは、A と B という意見があった時に、それがもう一緒にある。最初からね、一緒のところにいるっていう感じのイメージですから、感覚でいくと、積極的な感じの賛成になります。また、意見が一緒のところにあるということですから、合わせるという感じよりかは、どっちかっていうと、自然に合っちゃうような感じ。自然に合うような感じだというイメージがあります。ですから、この agree with といえば、なんかもう心から賛成してるっていう感じのイメージがあるわけですね。で、この agree with の後ろに来る名詞としてはですね、まず、人を持ってくることができます。で、さらにですね、事柄も持ってくることができます。で、agree with のもう一つの特徴としてはですね、後ろに人の考えに賛成するという場合に、まあ人を持ってくることになるわけですが、後ろに人が来る場合っていうのは基本的なこの agree with を使うということは覚えておいてください。時々他の前置詞でも人がね来てしまうことはあるんですが、原則人の意見とかアイディアに賛成するという意味で言いたい場合、そういう表現をしたい場合は agree with 人という言い方をすれば OK だと思ってください。はい。では次に、agree to について見ていきましょう。で、先ほどと同じように、まず前置詞に注目していきたいんですが、今回は to ですよね。皆さん、to と言ったらどういうイメージがあるでしょうか？ to と言ったら、どこどこへってイメージですから、簡単にまた漢字で表すとすると、向かう方向とか、向かう向き、まあ、方向っていう風に表せるんじゃないでしょうか。ですから、この agree to は、agree と to のイメージ、この矢印のイメージが入ってくるということですよね。向かうというイメージが入ってくるということです。で、この、向かうっていう意味が入ってくるとどういうことかというと、先ほどの with であれば、もともとね、意見が一緒にあるようなイメージだから、積極的な賛成ですよという感じでしたが、agree to 矢印が入ってくるということは、わざわざ自分からですね、何かしらのこう、まあ、意見だとか、そういったものに対して賛成するためにそっちの方向に向かわないといけないって感じですよね。ですから、agree with の時よりかは、自分から向かわないといけないので、エネルギーがよりかかるような感じのイメージです。ですから、この agree to が日本語でどういう言葉に近いのか考えてみると、まず一番近いのは、なんとかを飲むと、言ったような日本語が近いかなと思います。例えば、なんかこう相手のね、意見を飲むとか、もしくは相手の提案を飲むといったような場合は、もともと一緒っていうよりかは自分がね、わざわざこう合わせに行ってる、そっちに向かってる感じがしますよね。ですから、agree to というイメージとぴったりだということになります。で、先ほどの agree with との違いとしては、agree with っていうのは、もう意見が合っちゃう、自然に合っちゃうというイメージだったのが、こちらはですね、わざわざ自分からそっちの方向に向かって、なんかに合わせるという感じに近いですから、ぜひね、その違いは押さえておいてください。で、この agree to の後ろに来る語句としてはですね、基本的に agree to、事柄を持ってきます。
で、先ほどの agree with は後ろに人を持ってこれたんですが、agree to の場合は原則後ろに人は持ってこないので注意してください。で、この agree to 事柄のこのことの部分に入る名詞には実は特徴があって、この飲むというイメージからですね、例えば日本語でも提案を飲むとか要求を飲むとか条件を飲むって言ったりしますよね。ですから、こういった感じの名詞とですね、相性がいいんだというふうに覚えておいてください。で、次は、agree on に関してなんですが、これに関してもまず前置詞を押さえていきましょう。皆さん、on と言ったらどういうイメージがありますか？で、on と言ったら、なんとかの上にというふうに覚えている方も多いと思うんですが、実はそれだけでは不十分で、on の本当のイメージというのはですね、接触なんですよね。つまり、触れている、くっついているというイメージが、on の根本的なイメージなんです。で、オンというのは、この接触の意味からいろんな意味にね、さらに派生していくわけですが、今回もその派生した意味の一つが使われているんですが、で、それが一体何かというと、関連、なんとかについてという意味が実はここから派生するんですね。どういうことかというと、例えばね、動物、ある動物の、例えば生態とかね、生き方みたいなものに触れている、触れている本みたいな感じで言ったら、それはその動物の生態についての本。関する本ということですよね。ですからこの接触、なんかに触れるというイメージから実はなんとかに関するというね、関連の意味が実は生まれてくるんです。で、今回ですね、この agree on というのは、agree とこの on の関連の意味がセットで使われています。ですから、訳を当てはめるとするならば、なんとかに関して意見が一致する、意見が合うという感じになります。で、今回ですね、この後ろの部分も大事なんですね。つまり、この意見が一致するという部分も非常に大事な訳語になります。で、実はこの点は先ほどの agree with とか to を単純に使ってあるパターンとは意味合いがちょっと変わってくるんですよね。例えばですね、we agree with the plan と言ったら、私たちはその計画に賛成するということですよね。積極的にその計画をもう進めていくことに賛成しているという感じです。一方、この agree on を使って we agree on the plan といったような感じの場合は、訳語としては私たちはその計画に関しては意見が一致しているよという訳になります。で、この場合って実は賛成か反対かといったようなことはわからないですよね。まあ、とにかくその計画というものに関して同じ意見を持っているというだけです。ですから実はこれだけでは前後の文脈がないとね、それに関してプラスに思っているのかとかマイナスに思っているのかということはわからず、とにかく意見が一致しているよということしか示せませんから、そういった違いも覚えておいてください。で、この agree on の後ろに来る名詞としてはですね、基本的には事柄が多いと思ってもらって OK です。で、この事柄の部分に入る名詞としてはですね、特に、まあ、縛りというのはないんですが、あえて強いて言うならですね、全体を示すような言葉よりもですね、部分を示すような名詞が入ってくることが、まあ、多めだという風なイメージは持っておいてもらって OK だと思います。というわけで、ここまで踏まえた上でですね、問題の解説に移っていきましょう。まず1番ですね。I don't love you, blah blah that point. ということですが、これはですね、あなたにその点にまあ関しては賛成できないみたいなイメージにしたいですよね。で、まずですね、agree, blah blah you. ここの空欄ですが、これ後ろに人が来てますから、まずね、人の意見に賛成するとか、人を後ろに持ってくる場合は原則 with でしたよね。ですからこれは I don't agree with you でまずいいはずです。で、その後ね、後ろ見てみると、that point と来ています。先ほどですね、最後 agree on の時に、on の後ろは部分的な名詞が来やすいよと言いました。これ、もろにその点と言ったらこれは、部分的なニュアンスがありますよね。ですから、この場合は、ここに on を入れてあげればですね、私はその部分に関してはあなたに賛成できないという意味になるわけです。はい、では次は2番の解説に行きましょう。 Some of my classmates might not agree blah blah the plan ということですから、私のクラスメートの一部は might not agree ですから、賛成しないかもしれない、そのプランに、計画にという感じですかね。で、その後 but しかし in order to finish the discussion、 そのディスカッションを終わらせる、 in order to というのは何とかするためにという意味ですから、その計画を終わらせるために、They have to agree blah blah it. 彼らは
その計画に賛成しなきゃいけないみたいなイメージになるのかなということはわかりますね。で、これ最初見たときは、いや、これ矛盾してるじゃんというふうに思うと思うんですが、実はね、これは agree with と to の細かなね、ニュアンスの違いをね、問うような問題になっています。agree with と to の違い何だったかというと、agree with というのは心からもう賛成、意見が自然に合っちゃうような感じでしたね。対して agree to というのは自分から合わせに行く。つまりなんか意見とかね、提案みたいなものを飲むというような話でした。つまり、この場合はですね、私のクラスメートの一部っていうのは、本当の意味でそのプラン、計画に賛成してるわけではないかもしれないんだけれども、とにかく、まあそのディスカッションっていうのを終わらせるためには、その計画っていうものを、とりあえずね、受け入れる。自分から合わせてその計画を飲む必要があると言ったような感じになるわけです。ということはですね、この一つ目の部分には実は今回は with が入って、クラスメートの一部っていうのは本当の意味でそのね、計画に心から賛成できているわけではないかもしれないが、みたいな感じになって、でも、とにかく、まずそのね、ディスカッションというのが長引いちゃって、もう、ね、とにかく終わらせないといけない。終わらせるためにはですね、彼らはその計画っていうのを、まあ、渋々でもいいから自分からね、譲歩して合わせる。つまり、飲む必要があると。いうことで、ここには、to が入ってくるというわけなんですね。はい。というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。このね、agree with to on を元々の前置のイメージから考えたら、しっかり違いが捉えられたんじゃないでしょうか。で、この、今回の2問目に関してはかなりややこしくてね、難しいなと思った方もいると思うんですが、特に1問目に関しては非常によく問われるポイントになるので、ぜひね、この違いを押さえてしっかり頭に入れておいてください。では、今回の講義は以上となります。ご視聴ありがとうございました。